ちぎっちゃいましたけども、聞いてくださいよ、この間私がねびっくりしたことがあって、私って階段を降りるのが苦手なんですよ。どうしても階段を降りるという機能がもともと備わってなくて、そのプログラムがないんですよ。登ることはできるんですよ、力ずくでね、いけますから。で、階段をスルスル降りる男の人たまに見かけるんですけど、あれすげえなーと思ってたの。なんかこう一段抜かしとかでぴょこぴょこ降りてく人もいるし、あとなんか階段の多分本当にね、この階段の段の角だけを多分使って、こうなんかペラ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 ってなんか擦るようにして、かかとを擦るようにして降りてくような男の人も駅とかで見かけて、うわすげえなーと思ってたんですけど、私は絶対ね、もう足元をこう見ないと降りられないわけで、もうこの29年間こう正面を見ながら階段を降りたことは一度もないんですよ。こう足元の景色しか見たことないですよ、ライブとはいえね。歌いながらもでも下を見てしっかり確認してじゃないと降りられないのに、この間なんと信じられないことに、多分もう最上級だと思うんだけど、このもうペラペラ軽やかに降りながらの男の人がいて、さらにパッとその顔をね見たらば、なんと男の人はオロナミン C をこう飲みながら降りてるんですよ。だからつまり上を見ながらペラ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 降りてて、ノールックで、ノールックどころかもう上でみたいな、びっくりしちゃった。あんなもう人間技じゃないよね。いや信じらんない、と思って、よく降りられるなとか思っちゃった。なんで不思議、なんで彼にはできて私にはできないんだろうと思いつつ、すごいよね。まあ、せめて、まあ、正面見ながらだったらさ、多分その視界のこの辺に足元が入ってんのかなとか思うけど、多分これだと多分もう全然見えてないわけ。びっくりだよね。しかももう外の階段のところよ。びっくり。いや、すごいよね。もしかしたらオリンピックの新しい競技にノールック階段が出るかもしれませんね。期待してます。それでは今日もいろんなものまるくしてなんでしょう。さあ、じゃあ今日も、例の SE が出るのか出ないのか紹介していきたいと思います。お名前すみさんからです。ありがとうございます。そらまるぐーまるぐーまる。私は階段を降りるとき足を滑らせて階段に後頭部を打ち付ける想像してしまいます。特に階段を降りるのが苦手というわけではないですが、だからといって軽快に駆け降りず一歩一歩踏みしめるようにしています。苦手じゃないのにここまで考えるんだね。私は苦手だからもう特に思っちゃうし、下りで本当になんか一歩一歩が合ってるのかみたいなさ感じで、だからもう階段を見すぎちゃって、逆になんつうの、階段が歪んで見えるじゃないけど、なんか今何段目みたいな、こういうなんかみたいに、ね、錯覚になっちゃう時もあるのよ。あれも怖いんだよね。だから本当に階段はこう色二色こう赤黄色赤黄色みたいな感じで分けてくんないと、全部がこうさ同じこうね縁に黄色いね、優しいんだよ、優しく滑り止めがついてんだけど、あれが全部同じだから私はもうデレレレレレレレってなっちゃうわけ。もうね、私もなんつうのかといって階段から別に転がり落ちた経験がすごくあるから恐怖症というわけではないのよ。おそらくもう前世で私は階段から何度も階段に何かトラウマ持ってるんじゃないかっていうぐらい、もう小さい時から段差がダメだったのね、下りが。だからなんだろうな、もう落ちたことないのに、こう落ちた時の落ちたかもしれないってなんか思っちゃう感じ。なんかこうフリーフォールとかジェットコースターでさ、ヒュってさなるじゃない、あれになっちゃうのよね、降りてる時に。なんだいみんな。これ他に治る人いないのかな、こう降りてる時にヒュ、いや違う違う違うみたいな、大丈夫降りれてる降りれてるって思いながら降りるから時間かかっちゃうのよ。ぜひね、一歩一歩ほんと踏みしめてほしい。うん、そうですね、気をつけて階段を降りれば間違いないですから。え？無念あ、無念か。
そっか、そうなるとこれ、私、階段を降りるときになっちゃいます。